どうも皆さんこんにちは、ダンダスです。皆さんコーラ知ってますか？このパッドの中にケースを入れたら、これを今日検証していきたいと思います。 YouTube が誰もやってない企画なので、間違いなく無理すると思います。このコーラの中にこのを中に入れていきたいと、3、2、1。皆さん見ましたか？これがメントスコーラです。気になった皆さんはぜひ。どうも皆さんこんばんは、ダンダスです。今日の動画は、食べていくのはこちら。そして次は、開けていきたいと思います。次は、いきまーす。それでアルフォートを食べたいと思います。おいしそう。いきまーす。すごい。それでは今日の動画を終わりたいと思います。皆さん、どうも皆さん、ダンダスです。今日の動画を、おかしいです。食べていくのは、2つのソフトキャンディグミです。そして、ドラゴンボールのウエックスを食べていこうと思います。いただきます。シューを食べていきます。ガムなのか、ハイチュウなのか、全然わからない。それでは最後に、悟空も食べていこうと思います。さあ、何が当たるでしょうか？でん。ピッサーカメハメやばーい。それでは今日の動画を終わりたいと思います。どうも皆さんこんばんは、ダンダスです。今日の動画は食べていくのはこちら。そして最後に三択で作っていきたいと思います。あ、待って、なんかくしゃみです。
を入れていきます。出たゴミは必ず捨てたこと。きれい。青色。続いて、ガスリッチを使います。おいしい。最後に、それでは、いただきます。それでは今日の動画を終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら、高評価いたします。それではまた。どうも皆さんこんばんは、ダンダスです。今日の動画は、なんと、世界中から、一つ目、ドンキで買ったすごいアメリカンな韓国っぽい。今日はこの3つを食べていこうと思います。それではまずはこれを食べていきます。ちょっといやらしい。うん、それでは外はグミの甘さでシロップが酸っぱいのでどちらかというと美味しいです。続いて食べていくのは、それでは食べていこうと思います。私自体はすんごい硬くて甘いので、顎を鍛える食べ物とすれば評価はすごく良かったです。続いて食べていくのは、それでは食べていこうと思います。すごく美味しい。それでは今日の動画を終わりたいと思います。このお菓子を食べたいと思ったら、皆さんぜひご視聴。どうも皆さんこんばんは、ダンダスです。今日の動画はまたまた咀嚼どん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 咀嚼音動画を撮っていこうと思います。今日食べていくのはこれ、しっとりとそして次はすごーい。びっ、そしてコカコーン、すごいチョコ祭りです。わー、それでは食べていきたいと思います。まずはこれ、中がしっとりなので
スイン。続いてはブラックサンダーを食べたいと思います。いただきます。すんごい中がしっとりです。続いてはこちらを食べていきます。だるーい。それでは食べていきます。外はすんごくサクサクで、中がしっとりと美味しいです。最後はコカコーラを飲んでいこうと思います。炭酸が抜けてしまってめっちゃくちゃです。はい、今日の動画を終わりたいと思います。この動画が面白いもしくはいいなと思ったら、面白いもしくはいいねと思ってください。ご視聴。どうも皆さんこんばんは、ダンダスです。今日の動画はいろいろな持ってきました。それでは食べていきたいと思います。色はマジで気色悪いですが、とっても美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。それではパチパチするお菓子、それではパチパチするお菓子を食べていきたいと思います。めちゃくちゃパチパチしてて脳にぶつかってくるのでマジで気持ち悪いです。こちらのゼリーをヤン君に食べてもらいます。多分は蜂蜜。レビューがめっちゃくちゃ下手くそです。次はこれを食べてもらいます。これを食べる前にサー君に調理してもらいます。原型が全くないので味がめっちゃまずいです。続いてはそのまんまコーラを食べていきたいと思います。それでは行きます。サー君はレビューがめっちゃ上手です。それでは今日の動画を終わりたいと思います。皆さん、ah!
ではまずご経歴をどうぞ。ガッポイ松本です。22歳から来ました。最終学歴はライモン中稲妻イレブンです。22歳です。あなたの投資形態を3つの中から選んでください。吸引です。では希望金額を教えてください。 50g でよろしくお願いします。あなたの思い描く未来は？人類皆超チルでラブ&ピースな世界を作り、ポケモンたちと共存し、ハンマユージローみたいな体作りが実現できるような世界を作りたいです。あ、ちなみに好きなポケ…それではガッポイ松本さんのご経歴を詳しく教えてください。ガッポイさん、ガッポイさん、ガッポイさん。あ、失礼しました。私は25歳の時に海外でもらったものを吸引し、そこから右手がガンダム、左手がドラえもんになりました。それを機に日に日にポケモンが周りから見えるようになってきて、今のガッポイ松本という名前をもらいました。なるほどですね。出しましょう。 50g。 最初から支離滅裂な発言をする志願者、無事このゲームをクリアしペペロンチーノ達成なるのか。ビズリ、せーの、たかし、おにぎり、富山、氷河、アブシュ、5人合わせてモザンビーでーす。はい、早速だけど今日は大喜利をします。よいしょ。うわ、もう来ちゃってるからね、ほんとに。もうやばいよねって話だからね。もうそのネタマジ古いから。じゃあ早速お題言うね。うわ、なに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 。はい、戦隊ものに脅威の新人が入隊。一体どんな人？はい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 。はい、じゃあ、おにぎり。白い松崎しげる。今のは面白いっしょ。今のは面白いっしょ。俺は好きよ。モス。はい、じゃあ、ゆうき。吉野家のビッグマック。どういうこと？あの、じゃあ次のお題ね。2050年の競馬最弱の馬の名前は？はいはいはい。はい、じゃあ富山。ジャックハンマー。ははははははは。面白い面白い面白い。ピコ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 。じゃあゆうき。タピオカ。お前今日どうした？手がナイフになってる。は？いやいやいや、だから手がナイフになってる。手がナイフになってんの？うわぁ！いや、そのナイフ置けよ。いやいや、無理よ無理よ、そんなの。オッケーオッケー、わかった。なんとかじゃあ解決しよう。いや、これじゃあみんなとハイタッチができない。そんなのやだやだ。おい、じゃあ、今までどうやってその iPad 持ってたんだよ。そりゃあ手だろ。じゃあその iPad にどうやって書いたんだ？ん、そりゃあ指で。おぉ？お前その指どこにあるん？そりゃあ手についてるけど。おぉ！手が戻った！はぁ、やった！この手大好き！マジで好き！ありがとう、俊介。いや、たかしな。ああ、確かにそんな名前だったな、俊介。いや、ほんと手が戻ってよかったよ。ほんとにありがとう。いいよ、気にすんな。ああ、手が戻ってきたことはお母さんに伝えないとな。うぅ、足がナイフになってる！努力する者だけが明日を語ってください。やる気のない人は今すぐに帰ってください。他人にできて自分にできないことなんてないんです。さあ、今日も頑張りましょう。いいですか皆さん。あなたの敵は周りのみんなや友達ではなく、あなた自身です。OK、エクセレント、その方法さえ分かればあなたの英語力もぐんと上がります。著者が言いたいことだけをまとめようとしないで、文全体があなたに何を伝えたいのか読み取るんです。 5! 努力は報われるなんていうのは嘘です。報われるまで努力をするんです。じゃあいつやるか。
今。私の軽はずみな行動により皆様に大変不快な思いとご心配ご迷惑をおかけしましてしまったことを深くお詫び申し上げます。事の経緯としましては、先日居酒屋で男女15人ほどで飛沫防止対策をせずに飲酒および大きな声での会話、こんな時期にもかかわらず、また皆様が我慢してるかかわらずこのようなことを してしまったことを本当にすみませんでした。子供たちに笑顔を届ける立場として、このようなことは絶対にあってはならないと思いました。本当に軽はずみな行動だったと思います。皆様の前に出る代表の者として、今後は二度とこういう会を開いた時には必ず断ること、また自分が絶対に主催者にならないこと、本当に不快に思った視聴者の皆様、申し訳ありませんでした。これからひたむきに頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。弊社の説明は以上となります。それでは自己紹介お願いします。あ？自己紹介お願いします。はい。自己紹介お願いします。性欲満載の鬼でーす。自己紹介お願いします。おいおい、ここブラック企業かよ。自己紹介お願いします。はい。佐藤から来ました。北海道と申します。それでは自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。あ、僕そういうの嫌いです。自己紹介お願いします。はい。種も仕掛けもないネクタイですが、実はここに爆弾を仕込んでました。それでは皆さん、さよなら。自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。はい。こいつの名前は固いこと書いてケンジと呼び、自己紹介お願いします。はい。肉食ってるやつ全員頭おかしすぎ。そこ、いや、これ、あ、ごめんごめんごめん、俺やった。いいよ、あ、でも、いけるいける、それやって、焼いていって、焼いていって、それやれ、それやって。嘘。あ、すま、負けた。はぁ、あ、今のはやれたやろ。ごめん。はぁ、あ、もうなんでマジ弱かったやん、敵。いやいや、そう、回復が入らんくて。いや、雑魚すぎだって、それは。マジやめた方がいい、このゲーム。向いてないよ。いや、それは、ちょっと言い過ぎ。いや、ガチで。いや。マジ弱すぎ。すまん。ごめんごめん。申し訳ない。いや、もうマジでやめた方がいい、このゲーム。うざ。いやいや、冗談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 。冗談、冗談。言い過ぎよ、さっきから。そんな切れんなって。いやいや、お前が言ってきたやん。冗談やって。冗談。もう一回冗談の割にガチリしてるやん、お前。いや、うざい、マジでさっきからずっと。ごめんって、そんな切れんなって。だから、お前が切れてきたやん、最初に。冗談や。冗談。怒りすぎ。冗談じゃねえ。怒りすぎ。俺、ガチ入れするタイプやろ、お前。そっちが最初に切れるやん。お前、すぐガチ入れするよな。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。え、すげえかわいい声。いや、そんなことないですよ。かわいい。ありがとうございます。え、どこ出身？東京です。ああ、そうか、東京か。はい、え、今も東京？そうです、東京です。俺も東京やね。え、めっちゃ声かわいいね。ありがとうございます。え、さあ、はい、え、さあ、あれさ、もしさ、あれ、え、普通にさ、うん、近くやったらさ、え、なんかお茶でもどう？いやいや、お茶いいかな。あ、まあまあ、最初やけんないか。あ、最初やからないよね、それは。まあ、そうです、ね。え、じゃあ、これチャンピオン取ったら、カフェ行こうや。いや、カフェもいいかな。いや、カフェ行こうや。いやいや、大丈夫です。カフェ。いや、いいやん。いやいや、嫌です。
チャンピオンまであともうちょいだな。なかなか舞台減らないけど、このまま多分いけたらいけると思う。これはチャンピオンになれると思うよな。うん。ああ、だよな。この、めっちゃ楽しくないこのゲーム。うん、楽しい。ああ、いいよな。うん、やっぱよかった。え、なんでそんなこと聞くん？あ、いや、楽しいかなと思って。なかなか返事ないし。あ、ごめん、倒した。ああ。あ、俺もやられそう。結構きついかも。あー、ちょっと待って。あー、ごめん、ダウンした。いや、いいよ。あー、すまん、ちょっとやられてしまった。え、もう一回行こう。え、ロビー行くわ。あ、ごめん、俺、とつるわ。いいけど、俺これ行く。ごめん。こっちも厳しいかも、なかなか。ちょ、カバー入って、俺のカバー入って。これカバー入れねえ。おい、そこカバー入ってって。カバー入れって、もう。これは。俺や、ああ、もうダウンした。助けて。いや、ちょっと待って。起こしていい、起こしていい、俺起こせ。ちげえちげえ、敵行くなって、俺起こせ。もう、ほら、負けた。敵がさ、だから言ったじゃん。こっちも結構行ったのによ。起こしていいって。無理だよ、あの状況じゃ。いや、別に普通じゃね？いや、カバー入れよ。いや、厳しいよ。いや、俺前言ってんだから、カバー入れよ。勝手に行かれても困るって。いや、別に勝手に行くらとか言われても知らねえし。いや、カバー入んなきゃ意味ないじゃん。勝てないじゃん、このゲーム。いや、そうだけど。いや、このゲーム普通にキルするためのゲームなのにさ。いやいや、全然さ、後ろに立って意味ないじゃん。まあ、そうだけど。いや、だからカバー入れよ。いや、きつい。弱すぎ。きついに。あそこから。チームじゃないもん、これ。ごめん、ね。やばすぎな、お前ら。いや、マジで、普通に、ちょっと練習してさ、次、あれ、次俺とやるときあれ、もうちょっと練習してやっとって。いや、ちょっと低いわ、レベルが。ごめん。それだけ。じゃあ俺ちょっと落ちるわ。じゃあな。いけるここ。あ、そこ。Okay. ここにいると思う、そこ。はいはいはい。いや、違うなぁ。それ全然違う。いや、もっとさ、やれると思うんだよね。これ、やれると思うんだよね。え？鼻息がうるさい？めっちゃうるさい。そんなことねえよ、別に。いや、足音聞こえるっしょ。俺、別にそこまで、うるさいことしないと思うけどな。その鼻息がめっちゃうるさい。